橋本のジューズプリスト。はい、橋本です。はい、元ピンです。森武です。今回ですね、もう懐かしい動画見てきますので、楽しみにしてください。はい、橋本ピンのジューズプリスト。この番組は株式会社ムンディレロ、金属工事ジューズ一式、一鉄、イサミ、ラスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全社会同時配信でお送りします。今回はムンジャイル2002パート1の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、なんとですね、2002年のムンジャイルの映像を撮った DV テープが発掘されましたので、そちらをデータ化して今回紹介しようといった感じで、このパート1は色帯の試合の数々見ていきたいと思います。こちらはですね、今は指導員クラスの方々の色帯時代の試合ということで、非常に貴重映像となっております。こちらの方見ていきましょう。はい、VTR スタート。はい、これがね、会場のチジューカテニスクルービですね。はい、まあ、ブラジルリオデジネイロのチジューカっていうところにあるテニスクラブのところですね。書いてありますね。はい、これはもう今は亡きハイアン・グレイシー、そして前にいるのはヒソン・グレイシー、そして離婚した奥さんキム夫人レアですよ。レアですね。はい、そしてこれはもう女ヒソンと呼ばれたレカ・ビエーラ、そしてヘンゾ・グレイシー、うん、結構ねレア映像じゃないですか。そしてこれはハーフ・グレイシーにファビオ・グージェ、前歩いてるのはアルバロ・マンスールですね、うん、どうですかこの貴重映像。そして、ね、カフェ・ダンテス。あ、本当だ。はい、浜島邦明さんの試合です。はい、このなんと今 JBJJF の、ね、重鎮となっている浜島邦明さん、当時は、3S アカデミーでしたかね。今は、デラヒーバジャパンの、デラヒーバの黒帯けど、浜島さんが当時まだ紫帯でしたね、うん、で、試合に出るという感じで出てきたのがこの試合ですね、はい、さあちょっともうすぐさんパスされてしまったか。対戦相手はこれブラジルのトップチームですかね、うん、多分階級的には、ヘビースーパーヘビーとかそんな感じじゃないですかね。浜島さんもかなり大きくなってしまった頃ですね。そうですね。ブラジルに来てムンジャイ出るぞということだったんですけども、ちょっとパスされて苦戦と。けど多分浜島さんの試合映像はこれは本邦初公開じゃないでしょうか。そうですね。僕もね、静止画では見たことあるんですけど、ね、はい。その時は0秒ぐらいでしたから。そうですね。99年とか98年にパンダムとか出てた時はライト級でしたね。当時はね、あのポルトガル語読みでライト級はレービーって言ってましたけどね。けどちょっともうパスされて抑え込まれて終了という感じで、紫帯初戦敗退ということで終わってしまいました。でこのね、 IF プロジェクトのパッチがいいんじゃないですか。なかなかレアだと思います。そうですね、はい、残念。はい、朝倉浩二さんの試合です。はい、続きまして朝倉浩二さん、今パライストラ池袋の代表ですかね。で昔からね、試合に出るときはあのビジネスクラスで来て、そしてね、いいホテル泊まってましたね。そういうね、なんかリッチなイメージがあって、あんまりね、ブラジルでもつるんだ思い出ないんですよね。やっぱあの、ね、大会の前の日とか当日に来て試合やって、うん、次の日帰るみたいな、お医者さんなんで、うん、すごい忙しいんですよ。金はあるけど時間はないぞみたいな感じで、すごいハードにハードスケジュールで試合やってましたね、うん、で多分朝倉さんはフェザー級だったと思いますね。そうですね、フェザー級 のもう四天王クラスぐらいの感じのイメージですよね。そうですね、当時の、本当日本の国内トップ選手の一人でしたよ ね、うん、ですね。朝倉浩二さんで今もスイープしましたね。対戦相手アリアン氏の選手でしたね、はい、見事にひっくり返して今上を取っております。もう試合のスタイルも懐かしい感じですね。そうですね、今のと比べてしまうと
本当これが古き良き柔術ですよね。そうですね。あ、まだあのくるくる手を回してる頃の昔のアクションですよ。このね、あのバタフライガードもフックガードってね、言ってましたね、当時は。でもあのレフリーもね、こういう結構カジュアルスタイルでしたね、ポロシャツみたいな。今はね、スーツみたいなの着てピシッとしてますけど。はい、ということで勝利しましたね、朝倉さん。はい、見事にブラジルで勝利です。はい、同じく朝倉浩二さんの試合です。はい、まだまだ朝倉さん勝ち上がっております。ということで、この対戦相手、これはグレシバハですね。パッチのつけた方もこう懐かしい、ね、そう、太ももとかね、確かに今ないですね。なかなかのオールドスクールな感じがしております。引き込んでクローズドガード、このね、チジユカテネスクルービっていうね、この響きもいいじゃないですか。これ何日目とか、記憶が確かならば金曜日とか土曜日じゃなかったですかね。いや、まだちょっと盛り上がってない、ね、そうですね。だからもうやっぱりこの時も、全てのマットで一気に行われるスタイルでしたね。はい、朝倉さんどうでしょうか。デラヒーボ、そう、デラヒーボフックではあるんですけども、ちょっと潰されてるのはちょっとハーフガードみたいになってますかね。あ、そしてまたバタフライガードになりました。さあ、得意のひっくり返しあるかどうか、スイープ、先ほどはこれで返して、ね、返しましたね。このね、スイープはレオサントスの得意技でしたけどね。そう、朝倉さんはね、もう当時プロデュースとかでもね、ガンガン試合やってました。この KF の道着もまた懐かしい感じがしますよね。そうですね、着物スファイターなんつってね、もう今やとんと見かけませんけどもまだでもブラジルでは一応ありますね。一応あるけども、やっぱり日本にも入ってきてないですし、やっぱアメリカでも見ないですよね。あ、ちょっとこれでもう木村ですね、一気に決められてしまいました。朝倉さん初戦は勝ったものの、2回戦か準決勝ちょっと分かりませんけども、ここで敗れてと。結構決められちゃいましたね、一気にやっぱ来ますよね、隙を見せると。はい、朝倉選手一本負け、残念。はい、渡辺隆さんの試合です。はい、続きまして渡辺隆、当時はまだパラエストラ新潟作ってますかね、ちょっと分からないんですけども、関谷柔術クラブなんつってやってました。で、新潟からね、東京まではるばる車で来て練習してっていうのを毎週毎週続けてましたね、渡辺隆。非常にね、この男は人見知りでね、なかなか仲良くならないんですけどもけどブラジルでちょっと出会って、あの一緒にね、頭の工場に行ったり、ショッピングモール行ったり仲良くしてました。この渡辺隆、渡辺隆は当時日本人最強って言われてましたから ね、 ね。でも今でもあの橋本さんのところにあの物を送ってきてくれて、そうなんですよ、未だにね付き合いがあります、渡辺隆。9月13日誕生日なんですね。非常にね、これ覚えてます。毎年誕生日におめでとうっていうメッセージ入れますけども、渡部隆。だから俺がね、白帯の時にわざわざ新潟まで試合しに行ったりしましたよ。そうなんですね。隆はね、本当あのレスリングのあのタックルとか非常にうまいんですよね。で、この長身で、やっぱフェザー級、ペナ級でね、この身長っていうのはすごいんですけども、ちょっと負けちゃいましたね。インファイトの選手に負けてしまいましたけど、この試合の前までに何試合勝ってると思います。あ、そうなんですね。はい、いや、もう一コケとかはしてないですよ、高橋は。はい、はい、早川道夫さんの試合です。はい、続きまして、もう現トライフォース柔術アカデミーの総帥ですよ、総代表早川光義の茶帯の試合ですね。で、この対戦相手がね、ニックネームがボンバって言われてる、ボンバ、あのブラジルの、ホレッタ、ホベルト・ホレッタ・マガレアスの生徒でしたね。ちょっとニックネームがね、ボンバーでね、本名は何でしたっけ、ね、なんとかマガレ、なん、ちょっと覚えてないんですけど、結構強豪 で、 あ、そうなんですね、ボンバーと当たるぞみたいになって、当時ホレッタとかにも言われてたんですよ。へ、で、ホレッタがその俺の生徒のボンバーがジャポネーズとやるぞっていうのを事前に聞いててなるほど、いや、そうなんだって言ってた時にこの試合ですよ。この早川さんのね、このね、あ、もうこのバランス見てほしいですよね。バランスすごいですよね、もう昔から思ってました。うそうで、このパスする時のこの背中の反らし具合、お腹を出してね、この状態から行くんですよ。
昔から思ってましたけども、多分日本で一番綺麗な柔術しますね。そう、あのね、動きが、本当打ち込みっていうぐらい、流れがね、なんていうんですかね、流麗というか。そうですよね。本当だから、早川さんの、柔術を見ると、力じゃないっていうのが分かりますよね。よく早川さんが、吹奏楽部出身っていうのがよく言われますけども、まさしくそんな感じですよね。このほらこの動きも力が入ってないじゃないですか。なんか力んだところがないというか、なんか結構乗り気味なんですけど、しっかりこう3点でこう支えてて崩れる感じがしないですね。そうなんですよ。本当このバランス感覚を見てほしいですよね。この手の置く位置だったり腰の動きちょっと注目してほしい。このやっぱボンバって言われてるだけにね、やっぱり力強さはあると思うんですけども、そこをね全く相手の力を受け流す感じをね、これこの試合からも読み取れると思います。どうでしょうかこの動き。本当綺麗ですよね。やっぱり相手がねひっくり返そうとしてる頃、この足の動きをね、ほらこの足のワイパーみたいな、これブラジル人のトップ選手相手にやってますからね。そうですね。あ、ほらパスですよ。この今のスライドしたパス、そしてこの腕十字、腕十字どうだ、パスガード、あ、マウント、お、いいですね。このマウントまで行きました。パスとマウント両方入って、さらにアドバンテージが入ってる感じですね。そしてレフリーはこれマルコ・バルボーザですよ。そうなんですね、バルボーザ先生ですね。さあパスガードから、今ハーフちょっと戻りました。そしてアドバンテージ、またもやパスだから、非常にね早川さんがね、このパスガードが非常に流麗ですね。何度もパスを決めていくという。さあそして今、ガードになりましたけども、ここは何もポイントアドバンテージもなしと。これウォーの道着もいいんじゃないですか。今見ないですよね。相当レアです。これ手前にいる人もクルーガンズの道着着てますからね。ことごとく2000年代初期の往年のね道着を見ますけども、ブラジルって、ブラジル、 This is ブラジルですよ。さあどうですかこのガードワーク。さあもう試合時間も残り少ないですね。若干相手も諦めてますかね。いやもうここまででパスされてマウントされてってなったら、そしてもうクローズされたらもういいやみたいになったんですかね。ブラジル人はね結構諦めも早いですからね。そうなんですね。そうです、そういうところありますよ。もういいやみたいなところあるんじゃないでしょうか。もうちょっと動いてないですもんね。そうですね、まあいっかみたいな、それともまあ進めなきれたかどうか。もう早川さんはこれもクローズでしのいで終わりというところですかね。これちょっとね、かなり の貴重映像だと思いますよ。早川さん、インブラジル、でまだチャオビですからね。18年前の試合映像、2002年です。あ、これチャオビなんですね。チャオビです。だから早川さんは本当、黒帯になる直前だと思いますね。多分黒帯になっ、この大会の後か、シュートの時でしたっけ。そうですね、アレッサンドロ小川戦ですよね。はい、はいはい、手叩いておしまいなんですねという感じですね。はい、勝利しました、はい、見事な勝利。はい、同じく早川道夫さんの試合です。はい、早川さんの、続いての試合ですね、はい、それがさっきのが1回戦なのか何なのかちょっと分かんないんですけども、続いての試合ですね。これはどこの選手ですかね。ちょっとパッチ見てもちょっとわからないんですけども、今バタフライガードで、返そうというところです。そして腕を狙っていきますね。さっきはねずっと上の展開が多かったですけど、今度は下ですね。実は相手を浮かそうというところなんですけども、どうか。相手の動きを今、腕を取って
ディフェンスしてるところですね。なかなかここですね、ここですね、こういうところですよね。力強いですね、この選手。相手がけど一旦戻しますよね。あ、そしたらちょっと 反対側に回り込まれちゃいましたね。でバック狙われてた感じですかね。そうですね、パスワード入ってますかね、今手挙げてたんで。はあ、そしてそこから締めだ、そこから締め。あ、さあこれちょっとかなりしんどい、あっとタップ、パスを許してからバック、そして1本、はい、勝利ですね。早川さん敗れる、残念。強かったですね、この選手。はい、VTR 見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、どうだったでしょうか。2002年18年前の試合映像の数々、もう今はね、皆さんあの重鎮としても試合もやってない感じなんですけども、指導者としてね名を挙げてる方たちばっかりだったと思います。こういう人たちがはるばるブラジルまで行って試合をやっていた時代、非常に懐かしかったと思います。リモさんどうでしたか。そうですね、早川さんの試合は本当にすごい、ちょっと今でもお手本になるような、ね、スタイルの試合だと思いますので、ぜひ、ね、皆さんにも見ていただきたいですね。はい、それでは CM です。柔術プリストセレクション、東京イサミの北野です。今回おすすめする商品はこちら、フランシスコシニストロのベーシック柔術とモダン柔術です。こちら、まあ、そのタイトルの通りベーシックとモダンのそれぞれテクニックが入ってるんですけれども、こちら今セールやってまして、それぞれ3300円で販売しておるんですけれども、先着5名の方に、通販とか電話でプリストを見たとやっていただければセットで、5000円で販売したいと思います。ぜひチェックしてみてください。今回はムンジェル2002パート1の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、パート1は村田組とチャオビの試合の数々見ていただきました。そして次週はですね、パート2ということで黒帯の試合を見ていただきます。黒帯はですね、佐藤愛香さん、中井祐希さん、こういったね試合のベストマッチ、こちらの方ねたっぷり見ていただきますので、次週もぜひぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、橋本金也の柔術プリスト、この番組は株式会社ムンディでの金属工事柔術一式一徹イサミラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本金也の柔術プリスト、また来週お目にかかれたいと思います。さよなら、さよなら。